NATO、インド太平洋国と協力深化で能力向上。ロ、中、朝の連携に対抗。北大西洋条約機構 NATO 加盟32カ国は10日、首脳会議でまとめた首脳宣言で、インド太平洋地域のパートナー国との協力強化を打ち出した。ウクライナ侵略を続けるロシアと中国や北朝鮮が連携を深める中、米国の同盟関係を軸にした大きな枠組みの協力を強固にし、中ロの脅威に対抗していく考えだ。ロシアは中国や北朝鮮、イランの助けを借り、武器生産を大幅増強している。我々が遅れを取るわけにはいかない。NATO を牽引する米国のバイデン大統領は10日の会議で、ロシアの侵略を受けるウクライナへの軍事支援に危機感を示した。NATO は対ロ制裁でロシアの兵器生産力を削ごうとしたが、中朝などの協力でロシア軍が攻撃力を維持し、支援するウクライナ軍の領土奪還が思うように進まないからだ。米欧がウクライナ支援に向けて防衛産業の体制強化に時間を要する中、自国地域で有事を抱えない日本や韓国、オーストラリアなどから装備の融通や生産協力を得ることは大きな助けになる。ニュージーランドを含めたインド太平洋地域のパートナー4カ国は、ウクライナ支援を継続する上で重要な役割を担う。また、中国による台湾への軍事侵攻といった脅威に直面するインド太平洋地域の課題をNATO側が共有し、中ロ双方への抑止力を高めることで、新たな侵略を防ぐことを重視していると、米国防総省関係者は話す。ブリンケン米国務長官は10日の関連行事で、ロシアがウクライナに侵攻した2022年の NATO 首脳会議で、岸田文雄首相が、ウクライナは明日の東アジアかもしれないと語ったことを紹介。地域を超えた団結で、より強く、より効果的になると、協力強化の重要性を強調した。NATO は22年の首脳会議で採択した戦略概念で、中国が体制上の挑戦を突きつけており、インド太平洋地域は NATO にとって重要だと明記している。今回の宣言では、インド太平洋のパートナー国とウクライナ支援に加え、サイバー防衛や偽情報対策、技術における協力強化を盛り込んだ。平時からの連携で、欧州とインド太平洋の両地域が抱える脅威への対処能力を高めていく方針だ。中国が NATO 首脳宣言に反発。偏見、中傷、挑発に満ちている。NATO 側に抗議。中国外務省の林健報道官は11日の記者会見で、北大西洋条約機構 NATO の首脳宣言が中国をウクライナを侵略するロシアの支援者だと非難したことに対し、中国に関する内容は偏見、中傷、挑発に満ちていると反発した。強い不満と断固とした反対を表明し、NATO 側に抗議したことを明らかにした。林氏は、ウクライナ問題に関し、NATO が中国の責任を吹聴するのは全く道理がなく、下心が陰険だと主張した。NATO は米国が捏造した虚偽の情報を散布し続けて、中国側を公然と中傷し、中欧関係に水を差しているといった批判を展開した。対ロ支援については、中国は衝突においてロシアに軍事援助を提供していないという従来通りの見解を表明した。NATO が日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドと連携を深めていることに対しても、中国の利益を損ない、アジア太平洋地域の平和と安定を破壊していると非難した。ウクライナ大統領、F-16 供与の米国らに謝意。空軍を強化。
ウクライナのゼレンスキー大統領は10日、X 旧ツイッターへ投稿した声明で、米国など F-16 戦闘機の獲得に協力してくれた国々に謝意を示した。ゼレンスキー氏は、F-16 によるウクライナ空軍の強化という全てのウクライナ人の目標を達成するために、現実的な措置を講じた米国とデンマーク、オランダに感謝します。F-16 をウクライナに供与するベルギーとノルウェーの尽力に感謝しますと述べ、F-16 の獲得はウクライナの人々や都市、地域社会を恐怖に陥れるロシアの能力が今後も現実づける明らかな兆候だと言い添えた。ゼレンスキー氏は F-16 戦闘機によってウクライナの防空能力も高まるとし、今週首都キーウで起きた小児病院への攻撃に言及し、そうした野蛮なロシアの攻撃からウクライナの人々を守ることを支援できると指摘した。ウクライナ政府は長期間にわたってロシアとの戦争に F-16 戦闘機を使用することを求めていた。ウクライナ人パイロットの第一陣は今年初めに訓練を終えていた。ポーランド外相、戦争に勝利すれば満足。NATO 共同声明めぐり。ポーランドのシコルスキ外相は10日、北大西洋条約機構 NATO の共同声明の文言に満足しているかとの CNN の質問に対し、この戦争に勝てば満足だと述べた。CNN はさらに、ウクライナの NATO 加盟への道筋が本当に不可逆的なのかと質問すると、シコルスキ氏は冗談めかしてアラビア語でアラーの神のおぼし召しを意味する単語で答えた。NATO に加盟する全32カ国の合意が必要となる共同声明で、どの程度強い表現を使うのかが交渉の焦点となった。米国は当初、不可逆的という言葉を使用することに反対していたものの、ウクライナが必要な改革を完了させることが条件であることを明確にすることで立場を変えた。米国のブリンケン国務長官は10日、この問題に言及し、32カ国の中でも共同声明の文言について違いがあることを認めつつ、それは予期されていたものだったとも示唆した。ロシアの巡航ミサイルが超低空飛行で頭上スレスレを通過。カスピ海で撮影された衝撃シーン。今年最大規模の攻撃を展開するロシア軍。ミサイルはカスピ海からも発射されている。ウクライナに向けて発射されたロシアの巡航ミサイルがカスピ海の上空を通過していくシーンとみられる動画がソーシャルメディア上で拡散されている。問題の動画はクリミア半島を拠点とするクリミアの風や新ロシアのミリタリーインフォーマントを含む複数のテレグラムチャンネルがシェアしているもので、7月8日にウクライナへ向かうミサイルを捉えたものとされている。ロシアは8日、今年最大規模の攻撃を開始し、ウクライナ全土の標的を狙って少なくとも40発のミサイルを発射した。キーウのオフマディト小児病院もそこに含まれていた。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領によれば、全国で少なくとも43人が死亡し、200人近くが負傷したという。クリミアの風は10日にこの動画をシェアした際、ロシアの巡航ミサイルが7月8日、ウクライナに向かってカスピ海上空を飛行している瞬間と述べている。7月8日、標的に向かう2発のカリブルが漁師たちの頭上スレスレを飛行と、ミリタリーインフォーマントは説明する。動画をシェアした X ユーザーは、超低高度でカスピ海上空を飛行し、ウクライナへ向かうロシアの巡航ミサイルと綴った。この動画はインスタグラムユーザーが撮影したものとみられ、8日にこの動画をアップロードした。2発のミサイルは海面近くを飛行し、船のすぐそばを通過していった。
本市はこの動画がいつどこで撮影されたか独自に確認できておらず、電子メールでロシア国防省にコメントを求めている。ウクライナの独立系メディアによると、ロシアはカスピ小艦隊の艦艇や爆撃機 TU-95 および TU-160 を動員し、カスピ海からウクライナへの巡航ミサイル攻撃を定期的に仕掛けているという。ロシア国防省は開戦の数週間後、カスピ海や黒海の艦艇からカリブル巡航ミサイルでウクライナ領土を攻撃したと発表している。ウクライナは8日、ロシアが巡航ミサイルでキーウのオフマディト小児病院を攻撃したと非難した。同日、ロシアは小児病院を標的にしたことを否定し、ウクライナの防空ミサイルの破片が病院に落下したと述べた。ロシア大統領府のドミトリー・ペスコフ報道官は、我々は民間施設を標的にした攻撃は行っていないと述べた。ミサイルの破片を発見とウクライナ。ウクライナによれば、ロシアは小児病院の攻撃に KH-101 巡航ミサイルを使用したという。ウクライナ保安庁 SBU は、このミサイルの破片が発見されたと述べている。専門家らの結論は、疑いの余地がない。直接的な攻撃だった。本市はこの主張の真偽を確認できていない。ウクライナ空軍のユーリ・イフナト報道官は、Facebook 投稿の中で、8日にウクライナ全土の標的を攻撃したロシアの巡航ミサイルは、極めて低い高度を飛行していたと述べた。そのいくつかは地上から50メートル足らずのところを飛んでいたという。